にかく振りまくれ、振り振り対決。わんぱく。ちょっと。Yeah!
53、そんなことある。じゃあジュノンちゃん行きましょうか。すごい。いやー、すごかったな。面白かったな。頑張ろう。なんかショックな、え、あんなに頑張ったのに行かなかったのか。おかしいな、また。じゃあ、行きますよ、ジュノンちゃん。はい。よーい、スタート。こっちに行ったのか。意外と疲れるでしょ。これ手で振った方がやっぱ行くんですよ。あ、でもだってもうこれで40ってことですよ。だからさ、ラケンだよ。レインさん、辛い、基準はできます、基準は。そんなしょぼかったんだ。じゃあ、いよいよ、はい、お願いします。いいものの。おい、カメラ気合い入れろよ。頑張ります。僕は撮れてるかもしれないでしょ。おい、はい、それでは、参ります。はるかちゃん、よーい、スタート。いいね、あ、やばい、これ
のか。ねっとりしてるじゃないのよ。答えにしてくださいって言ってるから。今の何分？今ので45秒です。早っ。じゃあいきますよ、はるかさん、よーいスタート。
ってますね。こっちが分かんない、これに関しては。ちょっともう頼みますよ。これはね、マジで企画外れだったわ、私。ちょっとあの、はるかちゃん3連勝ですね。文句なしのミスフルフルガールですね。ありがとうございます。ミスフルフルガールですよ。もうあのぶっちぎりの優勝でございます。おめでとうございます。もう文句なしの、これはすごい、久しぶりに、はい、ありがとうございます。はい、文句なしでございます。すごい触れる子でしたね。これからミスフリフリーガールとして精一杯頑張っていきます、うん、よろしくお願いします。頑張って頑張って。おい、なんでこの手たらくぶりを。なんか本当に今日は本当すいません、なんか参加させていただいて。マジで振りもしないのに さあ、もうそういうことなんでね、まあ、かねさん最後あのカメラに向かってなりミスで番組そうでしょ。はい、かわいくよ。かわいいです。今日も可愛いです。え、これに出てきました。こすゆじゃん。初代フリフリガールはるかちゃんに決定しました。私は揺れも振りもしませんが、これからもよろしくお願いします。バイバーイ。以上、今週の裁判ちゃんとアンデリックでした。ありがとうございました。自信を持てるようになってから私の世界が変わった。もちろん人生はいつもうまくいくとは限らない。私にも自信を持てない時があった。でも待っていても何も変わらない。だから毎日一つでも綺麗になる努力をしたい。小さなことでもできることは全部やる。魅力あふれる私になる。ソフラル。